武蔵野大学、忍び寄る危機、えー。私、武蔵野大学ですね、ここ20年で急激に発展した大学として、随分褒めてきたんですけれども、どうも最近、ガラスの天井にぶつかってないかなと、成長の限界が近づいてるんじゃないかと感じまして、ご紹介します。もちろん、武蔵野大学の教育や研究が素晴らしいことは言うまでもありませんので、決してこれはこの大学がダメとか、そういう話じゃありません。えー、武蔵野大学、ずいぶん大きな大学になりました。 これ、受験生のお父さんお母さんの時代には、武蔵野女子大という文学部だけの仏教系の大学という地味なちっちゃい学校だったんですが、あれよあれよとこんな感じに、巨大な総合大学になっています。そして、私立大学初のデータサイエンス学部。えー、今年1期生が就職なんですが、まあ、非常に就職状況良いと聞いてます。それから、えー、経営学部。で、この経営学部、ご覧ください。 一般共通テストで入っている人と指定校で入っている人が同じぐらいです。ちょっとこれはまずいですね。グローバル学部、大きな定員割れです。これは、日東駒線ぐらいまでだと国際計画部に入りたい英語の得意な受験生がいるんですけど、それ以下になってくると、そもそも高校までの段階で英語嫌いなんで、英語学科や国際計画部の偏差値の低い大学って今年怒涛の定員割れなんですね。で残念ながらこの武蔵野は 下のグループに入ってしまったんだろうなというのが定員割れから察せられます。まあ大東亜帝国の国際系もみんなきついですからね。まあ法学部は一人だけ定員割れなんで、これは誤差の範囲なんですが、一般共通テストで半分入ってると。経済学部も半分ぐらい入ってると。文学部が共通テスト一般よりも指定校の方が多いということで、一般で武蔵野の文学部に入りたい人、あんまりいないのかなと。人間科学部、人数の多い学部なんですが、 総合型選抜と指定校でごっそり取っており、一般が少ない。教育学部が定員割れしています。これは誤差の範囲と言える人数かもしれませんが、徐々に教育学人気がなくなってきてるんですよ。やはり、先生方の労働環境が悪いからです。また、教員採用試験受けなきゃいけないのに、一般共通テスト組がめちゃくちゃ少なくって、総合型ダウンのみこれは、 幼稚園、保育園はともかく小学校教員養成では結構やばいのではないかと私は思います。教員採用試験を突破する学力あるのかなと。一般で入りたい子がいない。薬学部。定員は充足してますが、やっぱり一般組が少ない。指定校に結構頼ってますね。看護学部。こっちも一般共通テスト組が少なくて指定校に頼ってます。工学部。これもですね、一般共通テストが半分切ってる。アントレプレナーシップ学部。 若干の転移割れは誤差の範囲と考えるんですが、やはり一般で来る人は非常に少なくて、総合型に頼りきっているということで、大きい大学で十分受験生も集まっており、ブランド力も高いんですが、えー、忍び寄る木々をとということで、まず優秀な一般選抜の受験生が集まる学部と、指定校依存学部の格差が拡大しています。つまり、同じ大学の中に上下関係が大きく生まれつつあるんですね。これは明星大学もよく似ています。 そして正直なところ、定員割れであったり、不人気の学部が存在して、大学全体のブランドの足を引っ張っている。さらに、経済・経営・法学部持っているんですが、日東駒線より良い点が特にありません。ここですね、英語の配点がマーチと同じ150で、100である日東駒線より難関なんですよ、一般選抜では、ある意味で。でも、まあ、日東駒線の経済・経営法の方が伝統あるし、就職だって卒業生いっぱいいるし、 まあそっち行きますよねということで、この大学のですねパワーの源である社会科学系学部が、やっぱりちょっとですね今以上のブランドにならないえ、さらに工学部持ってるんですけど、ここの工学部、三学科しかなくて、機械、電気、情報、土木、応用科学がないという、ですね非常に工学部としては弱い、千葉工業大とかしっかり揃ってますからね。というあたりがですね複合的な要因となって、武蔵野大学、急激に発展はしてきましたが、 まあ現状、偏差値的に中の上みたいなポジションに着地してしまい、これ以上の発展が見込めない状況になっているように私には見えます。まず、指定校でたあのなんとか生徒をかき集めているっていう学部は、今後どんどん厳しくなっていくと思います。なので、経営学部、経済、文法あたりっていうのは、どういう教育や研究ややってるのかっていうブランド、あとやっぱりまだ、 社会に男性の卒業生で企業の幹部社員になる人が少ないという就職が強くないことがまあニットコマ線とか大東亜帝国と比べたときに若干パワー不足に見えるあたりを今後どうやって変えていくかデータサイエンス学部はいい会社入れてるよとかアントレプレナシップ学部が一山当てるかどうかですねなのでまだ打つ手はあるんですが全体としては発展の限界に近いのではないかと思います。もちろん大学側は自覚ししてるでしょうから 今後どういう手を打って、武蔵野大学が今後の少子化の中で今以上の発展が厳しい環境に徐々になっている中、次はどんな手を打ってくるのか、私はとても注目しています。